どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また最近ちょっとね、昔の動画をいろいろ見てたんですけど、ちょっと面白いのがあったんで、今の時期にすごく使える方法かなと思うので、ちょっと紹介させていただきます。はい、まずボールペン1本で髪の毛まとめれちゃうっていう方法なので、ゴムとかピンとか使わないでパパッとできる、アレンジになってますんで、よかったら参考にしてみてください。まず後ろで全体の髪の毛をまとめていきます。まとめた毛先を少しだけ右寄り、こっち寄りに持ってきて、ボールペンを左側に沿わせますね。で、この毛先の部分をボールペンに巻きつけて、でそのままこのボールペンも上に回転をさせて、毛先を少しこうかますというか引っ掛けるような状態にします。でそのままボールペンをゆっくり回転させながら下に持ってきて、そのままグッと差し込むとしっかりと止まってくれます。こんな感じで仕上がりました。家とかオフィスとかでさっとまとめたい時に使えるアレンジになってますんで、よかったら参考にしてみてください。はい、どうでしたかね。もう本当になんか、なんかの合間に結構使える方法かなと思ってて、でまあボールペンだったりとか何でもいいと思うぞ、棒みたいなものがあれば、結構使えるアレンジになってるかなと思って、まあそれでちょっと外出ていくってわけでもちょっと難しいかもしれないですけど、家では楽しめるかなと思いますんで、よかったらやってみてください。で続いてなんですけど、もう一個またボールペンを使った、ヘアアレンジになるんですけど、それはボールペンを使ってまとめ髪をする方法になってるんで、またちょっと面白い、動画になってるんで、よかったらこちらも参考にしてみてください。まずシアオイルからつけていきます。毛先と中間の部分をしっかりとつけて、細かい毛が出てこないぐらいまでつけておけば大丈夫です。耳後ろで分け取って後ろの毛をまとめていきます。後頭部あたりでまとめてゴムを結んでいきます。次にボールペンをゴムの内側ですねに差し込みます。次にサイドの髪の毛を大体でいいので3等分に分けて、一番上の髪の毛ですねを少しねじりながらボールペンに引っ掛けていきます。反対側も同様に表面の髪の毛を後ろにねじりながら持ってきて、ボールペンに引っ掛けていきます。サイドの真ん中の髪の毛ですねもねじりながら引っ掛けて、反対側も真ん中の髪の毛も同様にやっていきます。一番下の髪の毛もねじって上に引っ掛けます。反対、最後の髪の毛ですねもう同様に引っ掛けていきます。こんな感じでボールペンに引っ掛かってる感じになってます。毛先の引っ掛けた髪の毛ですねを押さえて、全ての髪の毛を一緒にまとめたらボールペンを外します。ここで根元の部分ですね、だいたいこの辺りぐらいでゴムを結んでいきます。結んだら毛先の部分をだいたい2つに割ってギュッと締めます。次にゴムの部分ですね、この部分を押さえながら
こうサイドの髪の毛6本ぐらいあると思うんですけど、そこの部分の、まあ、後ろに一番後ろの部分ですねをゴムの部分を押さえながら少しずつ広げていきます。この真ん中の正中線ぐらいで全然大丈夫かなと思うので、そこを若干だけ広げるようにします。次にこの隙間ですねを隠すようにこうなじませていってバランスを整えていきます。最後にまたゴムの部分を押さえながら、ここはちょっとペチャンとしてるかなと思うので指で少し広げるように感じして丸みを出せば完成です。こんな感じで仕上がりました。話題のボールペンポニーテールアレンジ、よかったら参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。もう本当なんか刺して そこにこう引っ掛けていくっていうだけのヘアアレンジになってるんですけど、まあなんかポニーテールしててなんかちょっとこう変化加えたいなとか、なんかこう暇やなっていう時にちょっと刺して遊びでやるのもちょっと面白いかなと思うの で結構できたら結構可愛いです。なので、よかったら今の時期にまたやってみてください。で、最後なんですけど、ビューラーを使った、前髪のスタイリング方法になります。結構ね、多分見られた方も結構多いかなと思うんですけど、やっぱ今またやると結構前髪切れてないという方もいらっしゃるかなと思うので、まあこれをやると少しこう、くるっと、カールも出ますし、カーラーとかあとなんかヘアアイロンつけるのも結構めんどくさいなという人は、結構ね化粧品とかだったら結構近くに置いてる方も多いかなと思うので、まあ、ちょっとちょこちょこっとやって、スタイリングしてもらえたらなと思います。ちょっとストンとした感じでカールがついてない状態になります。はい、じゃあまず N ドットのオイルを前髪につけていきます。多少まとまりが出るぐらいで、あんまりベタベタにつけすぎるとバランスおかしくなるので、ちょっとこうまとまりが出るぐらいで OK です。で、サイドの部分はダッカールで止めておきます。ビューラーは反対を向けて使用していきます。じゃあ次に前髪をビューラーのこの中に通していきます。毛束を取って このくらいまで入れます。あとは中間ぐらいからギュッとビューラーで跡をつけていきます。少しずつ毛先にずらしながら均等に跡をつけます。で、丸みが真ん中だけ出てる状態ですので、まあ、サイドの部分はダッカールで外して、またサイドの部分にもオイルを少しつけます。で、サイドの部分もあんまりつけすぎには注意してください。真ん中の髪の毛となじむぐらい、ちょっとこうまとまりが出るぐらいで OK です。で、残ってる髪の毛バランスを見ながらビューラーの中に入れ込んで、ちょっと入りにくかったりもするので、その辺ちょっとうまいことやってみてください。で、挟んだら結構グッグッと力入れて曲げていきます。逆サイドも同様にバランスを見て中に入れ込んで力を入れて
曲げていきます。で最後にこう櫛とかで溶かしてバランスを整えて、完成です。はい、いかがでしたでしょうかね。でビューラーは、ポイントなんですけど、髪の毛、前髪のちょっと太さというか取る幅なんですけど、結構太めに取っちゃうと跡がついてしまう可能性もあるので、できるだけちょっと細めに少しずつやってあげるのがポイントです。なのでまあちょっと家にあるもので、おうち時間また楽しんでもらえたらなと思います。でまた面白い動画ちょっと作っていきたいと思いますので、またコメントだったりとかリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた。さよなら。